人気アイドルグループ欅坂46は中心メンバーの平手友梨奈さんがグループを脱退すると公式サイトで発表しました。平手さんはグループの1期生で、2016年4月に発売されたデビューシングル「サイレントマジョリティ」以来、不動のセンターとして活躍してきました。アイドルのグループ脱退は卒業という表現を使うことが多い中、関係者によりますと、平手さん本人の意思で卒業ではなく脱退としたということです。また公式サイトでは、メンバーの小田奈々さんと鈴本美宇さんの卒業も発表されました。